はいどうもチャンプルーです。ということで今ね仙台駅に来ています。で今走ってここまで来たんですけど、この広場みたいなところ、はい、すでにもう日が当たっているんで、ちょっとね日が見れそうな場所行きましょう。ということで新幹線乗り場のとこに来ています。はい、まあ元日なんでね人もいないですね。で右がこんな感じです。でこのステンドグラスあるでしょ、これが仙台では待ち合わせ場所の定番スポットです。なんかステグラ前に集合ねって言ったら大体これ、このねステンドグラス。はい、でここが仙台駅に併設されてるデパートですね。なんかよくあるじゃん、主要な駅の隣にさあるやつ、デパートとか、なんか渋谷のルミネとか、いやあれ違うな。はい、こんな感じですね。こっちが森のダイニングって言って、オシャンティーなレストランがある場所。今はやってないですね。はい、ここがね仙台駅自由通路になっています。まあ、ここが普通の時間だったら空いてるデパートですね。エスパルっていうデパート。まあこんな感じでね、渡り廊下的なものもあって3階にも通じている場所があります。はい、というわけで初日の出拝めました。すっごい微妙な場所、この建物と建物の間。はい、というわけで朝日の日差しを浴びることができました。これでね1年頑張れそうです。次はねもうちょっとちゃんとしたところで見ようかなって思います。まあこの建物の間から初日の出見る人はなかなかいないんじゃないでしょうか。はい、ここがですね東口になっております。仙台駅の東口。まあ、この目の前にあるでかいのはヨドバシカメラっていうところで、そしてこのすぐ横に、ここね2ヶ月前ぐらいは駐車場だったんですけど、ここにまた新たにでかい建物ができるらしいです。おっと、野生のムックルが大量発生してます。はい、かわいいですね。はい、ここに大量にいる。何羽いるんだろう。26羽ぐらいいますね今。パタ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 。でここがですね仙台駅東口にあるビビという建物です。ゲーセンと食べ物屋さんがある場所ですね。でここの東側の方が楽天スタジアムっていうところがあります。あの楽天生命パークってとこだね。ゴールデンイーグルスの試合を見ることができます。いつか行ってみたいなって思ってます。おー、なんかすごいよ、見て見て見て。見て見て見て、鳥使いチャンプルーになりました。見ていっぱいいるんだけど、ほらほらほらかわいいですね。どこまで近づけるか。お、すごい。
今ね30センチぐらいまで近づきました。それではね、このハトちゃんの絵が映ってるところで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価お願いします。それではバイバイ。